摂津の国、国分寺は、大阪府大阪市北区にある新言州国分寺派の、寺院。また、国分寺は、北区の町名でもあり、現行行政地名は、国分寺一丁目から二丁目まである。2016年9月30日現在の人口は2392人、世帯数は1506世帯。自伝によれば、西明天皇の頃、日本法召州の祖、 道明が、高徳天皇の母提を弔うために、南馬長江豊岬宮の一角に建てた長江寺を、起源とする。天平十三年、聖武天皇の国分寺創建の発願により、長良寺が、摂津国の国分寺になったという。後には、歴代天皇十四帝の直眼道場となっている。慶長二十年の大阪夏の寺の戦火に合い全焼。そのまま、 江戸時代の初期、約100年近くにわたって荒廃してしまう。教法3年、中高農祖、開園立志によって復興し、後には、赤書道中五面の観察発行書としての特権を、江戸幕府から与えられている。明治時代となり、廃物希釈の混乱で境内が、大幅に縮小するも1897年に、ようやく京商大僧上が書道を永然して整え、 聖武天皇尊殿や記念碑を建立している。しかし、1934年の室戸台風により、甚大な被害を受けその修復も、ままならない1945年6月15日の第4回大阪大空襲で、旧書院門を残し、時報もろともすべて改陣に返した。戦後、またしても、境内地を大幅に縮小するも、1947年には、 新言州国分寺派本山となって独立する。1965年には昭和今度を落計させている。説明書随には本尊阿弥陀仏は聖徳太子の作、赤不動尊は空海の作とあり、行記の回帰とする。摂津国分寺については別に天皇軸にも国分寺がある。なお、南馬を来ずには当時を国分寺として記載している。 大阪市北区の東部に位置。北は、長良西、長良中、長良東、西は天神橋7丁目。北は、宮古島通りを挟んで、菅坂江町、日野口町。東は、旧淀川を挟んで、宮古島区宮古島本通りに接する。地内中央を天馬橋筋、北京を宮古島通りがそれぞれ走っている。河川元は、西成郡川崎村。 国分寺村、南ながら村のそれぞれ一部。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。北区内のすべての私立中学校と大阪市内の小中一貫校が対象で、 学校選択が可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。鉄道道路、ありがとうございます。